今回は手筋をやっていきたいと思います。問題は全部で4問で、すべて黒線の問題ですね。では、まず左上の問題から見ていきたいと思います。左上は、これ黒からね、打てば無条件で取れるという形なんですね。まず失敗図なんですけど、跳ねるのは、まあ、こちらに、白がここに打つのが手筋で、取って、 時に押さえる手が、まあ、つなぐと黒が逆に取られちゃいますからここでこちらに打つんですけど、まあ、これこうという形になってしまうんですね。ここのこう争いになってしまうのでこれは失敗ですね。なので正解はこちらに打つのが正解でした。ここに打って ま、これと変わってから、スペースを狭める。ま、これで取れてる形なんですね。ま、出ても押さえて、ま、これに対してはここに打てば、スペース足りないので、で、これダメ詰まりという形になってて、ま、白がここに入ることができないという形なんですね。なので、ま、これは取れてる。 形ですね、ここに入ったらダメ詰まりで取れますか白が入れないのでこれでスペース足りないので広げてもこれで死んでます,死んでますからこの形はこちらに打つのが手筋でしたでは続いて左下の問題見ていきたいと思います、まあ、左下も黒から打てば生きる手がある形なんですね いきなり正解いきたいと思うんですが、まあこちらに跳ねるのが正解でした。まあこれで何か、まあこういう手と変われば、かけつぎを打って、こう跳ねが一本きけば左下の形っていうのは、跳ね一本きけば生きてる形で、かけついで、まあ放り込んだ時放り込んだ時に、 こちらに打つ手がありまして、まあこれでね、白が取れば、押さえ、スペース足りてるので、生きてる形なんですね。で、白が、うん まあ、ここで繋いでくれば、まあ、こちらに、打つのが手筋で、これでスペースなりてますので、はい、生きてる形なんですね。まあ、取りに押さえる形ですから。これ、スペース二つあって、生きてる形ですね。まあ、これは単に打ってしまうと、まあ、白に羽から置かれて、これは死んでるっていう形。 なんですねまあ、こう打っても継がれてしまって、まあ後から打っても、まあ、これはここに打つ手があって,ってこれはスペース足りないので死んでる形なんですね。なので。 先に跳ねてからこう打つのが手筋でした。では続いて右上の問題見ていきたいと思います。右上の問題なんですけどもこれも黒,黒から打てば息があるっていう問題なんですけども。 まず失敗図ですね。つなぐってですね。つなぐってはここに打たれてしまって、これ無条件で死んでしまうという形になってしまうんですね。ついても当てられて、これつなぐと中でという形で、これ死んでますね。これまずいので、で他にはこちらに打つ手は、 まあこれ、ここに打たれてしまって、ね、まあ、ここに打っても、これはこう争いになるので、こうという形ですね。ここのこう争いですね。これも失敗ですね。なので、正解は、こちらに、まあ、実はここに打つのが正解でした。これなかなか知らないと気づきにくい手で、ね、真っ白にここに打たれて、 るんですけどそれからこちらに打つんですね。で取ってダメ詰めて取った時に、まあ、ここに打つ手があってまあこれで、まあ、ここの白石取れてるので、まあ、相場としてはつなぎに取りになる,なるのでこれぴったり黒が生きてる形なんですね。まあ、これつなぐのはもうこっち切る手がありますから。 これは取れますからね。あ、これ、取れれば、これはスペース広いので生きてますね。なので、えー、この形は生きてる形になるんですね。なので、この形はこちらに移るのが手筋でした。じゃ最後に、右下の問題。 見ていきたいと思います。右下の問題もですね、これ黒から打ってば無条件で取れるっていう問題で、まず失敗図なんですけど、まあこちらに打つような手はもう切られてしまって、これ攻め合いが負けてしまうんですね。黒があと2手で、白3手なので負けちゃいますね。これはダメと。失敗ですね。で、他には、 まあ、例えば、こっち繋ぐのも、これも切られて、これも失敗。スペース、白がスペース2つあって、生きてる形ですね。まあ、つけるのも、こつけていくのも、こちらに打つ手があるね。まあ、これも、繋ぎに。まあ、繋げば取り、できてます。ので失、失 がいいですね。こっち打ってもここで。まあ黒がつなぐと切る手があるので、まあここの黒石は取られちゃってるので、これも白スペース2つあって生きてる形ですね。これも失敗。コ、ま、ス、あ、むのは、まあ、ここに打つ手があって、 まあこっちに打ったら、やっぱここに切る手があって、黒が取られてますから、うまくここに打てない。打てない形ですので、取られてます。これもつなぎに取りで、失敗ですね。なので、いろいろやってきたんですが、正解はこちらに打つのが正解でした。これで、 白石を実は取れてる形なんですね。まあ、切った時に、もう下からスルスルと打つ手がありまして、これは白欠け目という形なので、全部取れてるんですね。こっち打った時ですけど、ここに打つ手があって、 これは取ったら、今度はこっち継ぐ手があっ真っ白がここに入れない形なので、これも取れてる形なんですね。ここに入ったら取れます。だから取れてますね。で、こっち取ったらこっちで、これも白が入れないので、入ったら取れますので、これも取れ,取れてますね。なので、えー、この形。 なかなか知らないと打てないんですが、ここに跳ねるのが手筋でした。というわけで今回ここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。